千葉県五国神社は、千葉県千葉市中央区にある神社である。神門は丸に桜門。母神戦争から太平洋戦争に至るまで、国寺に準じた千葉県出身、ゆえにある国寺殉覧者を祀る神社。合志祭神は、現在5万7千余柱。明治11年1月27日に、柴原は初代県令の発起により、千葉県召魂者として創建され。 明治維新で亡くなった桜藩の足立直次郎森厚氏ら16人の霊が祀られた。昭和14年、召魂者の制度が五国神社に改められるのに伴い、千葉県五国神社と解消した。昭和18年4月には、主務大臣により一県一社の五国神社として指定される。元の鎮座地は千葉県庁公園内で明治22年に、 千葉神社境内に遷座したが、境内が狭いことから、昭和12年より、井の花山への遷座が進められた。昭和18年に新社殿が竣工し、同年4月19日に鎮座祭が行われた。しかし、昭和20年7月、千葉市街の大半を消失する戦災により、社殿を消失した。第二次大戦後は、軍国主義施設とみなされるのを防ぐ目的で、 昭徳神社に改称した。主権回復後の昭和27年に、千葉県五国神社にまた称した。昭和42年9月30日、井の花山から現在地に遷座した。平成8年、神社本庁の別表神社に、加列された。昭和48年10月には、昭和天皇、皇順皇后、皇太子昭人神皇、同姫道美智子が心配、参拝。 昭和53年10月、創立100年大祭を春季令王際に合わせて採用。平成23年5月には特攻有志の像が混流された。千葉県千葉市中央区弁天3の16の1。ありがとうございます。